近藤です。全国大会出場おめでとうございます。悔いのないよう一生懸命頑張ってください。健丈です。チーム一丸となって優勝目指して頑張ってください。選抜大会の前日に一睡もしなくて次の日試合に臨んだんですけど緊張も一切せず頑張れたのでみんなできると思います。頑張ってください。選抜大会の1週間前にチームの選手の、みんながちょっとインフルエンザになってしまって、散々な試合が散々だったという記憶があります。まあ、負けで回ってきたらもう自分は勝つという気持ちしかないんですけど、まあ、それ以前にもチームのみんなを信じていたので負けることはないだろうと思って戦っていました。まずは私のポジションの、仕事をしっかりし、もうあとはもう本当勝つだけを考えて試合に臨みました。こちらです。選抜出場おめでとうございます。悔いの残らないよう全力で頑張ってください。清水です。選抜出場おめでとうございます。愛知県は、美味しい食べ物もたくさんありますしとてもいいところです。選手の皆様は、試合のことでいっぱいいっぱいかもしれませんが、愛知県も満喫しまた試合でも活躍できるように頑張ってください。まず第一印象はとても都会だなっていうイメージと、まあ、あとは先ほども言ったように美味しい食べ物がとても美味しくてとてもいいところだなっていう印象でした。自分が最上学年になっての初めての全国大会で、まあ、結果もまあベスト8という結果であと一歩のところだったんですけど、まあ、チーム一丸となって全国で、まあ、ある程度の結果が出せた試合でしたのでとてもいい思い出です。そうですね、日頃の練習からチームメートとよく会話をするようにしたことと、まあ、あとは意思の疎通を取るように心がけました。北村です。島崎です。全国大会出場おめでとうございます。悔いの残らないよう頑張ってください。後輩がそうやって出場してくれて、代わりに出てくれたっていう思いもあって本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。それはもう本当3位、僕たちは2位までって言うんですけど、準決勝の時に全部引き分け で最後代表戦まで行って、もうなんとか勝ち取った選抜大会でした。全国選抜に出場する皆さん、新チームになって初めての全国大会ですので悔いのないよう一生懸命頑張ってください。私は東福岡高校出身ですので東福岡高校の後輩にメッセージを送ります。調子はどげんや、神様は見とけん、一生懸命頑張り合い。東福岡高校で、私が出場したのが2回目の東福岡の出場になりまして、まあ、選手自身みんな地に足ついてない状態で予選リーグ敗退という形に終わってしまいまして、でも初めての全国大会だったのですごくいい経験ができたと思います。全国高校選抜大会出場おめでとうございます。私は13年前この大会に出させていただき、今でも思い出に残る大会の一つとなっています。皆さんもきっと思い出に残る大会となると思うので一生懸命頑張ってください。応援してます。